スタート ANA の松本です皆さん安全性サービス品質は高いまま飛行機には安く乗りたいですよね航空会社も同じ思いで日々運航しておりますただ昨年国際民間航空機関が2020年以降 CO2 排出量のよっては排出権を購入しなければならない可能性が出てきておりますよって もしかすると飛行機の価格にも影響を与えてしまうかもしれません航空会社は CO2 や燃料削減のため年々飛行機やエンジンの精度を向上させ燃費を格段に向上させてきましたさらに燃料を削減するために上空の風に応じて最適な経路を最適な高度で飛行することが重要となりますそのためには 実際のの値により近い風のデータが必要となってきます現在実際の風と予測値の誤差は3から4メートルパーセカンドほどあり1時間飛行した場合燃料量の誤差として約450キロとして現れてきますなぜ予測風に誤差が生じてしまうのでしょうか現在上空の風はウィンドプロファイラー飛行機 気象衛星などのデータから予測されておりウィンドプロファイラー飛行機については高精度高頻度であるものの観測技が限定的です一方気象衛星については精度頻度は低いんですが高撃観測ができるというメリットがありますそこで高撃観測かつ高精度高頻度なデータを使用することで予測精度を高めたいと考えましたそのために 超低高度衛星搭載ドップラライダーを用いて3次元の直接観測風を予測風に使用したいと考えています。ただ、現時点でこちらは実現化されておりません。よって今後のスケジュールですが、まずシミュレーションを行いまして、その後実証実験を実施し、運用に向けて目指していきたいと考えています。 来年欧州の宇宙機関が高度350キロの軌道に向けてドップラライダーを打ち上げると伺っておりますのでこちらのデータをシミュレーションに使用したいと考えていますもし精度が高まることで燃料量の1%でも削減できたとしたら1時間あたり約100キロ削減することができます1日世界中で約10万便飛行しておりますのでそれらが100キロでも削減できたとしたら 年間のコストダウンとして365万トン、経済効果として3,200億円の効果が見込まれます。CO2 の排出効果は1,200万トン削減することができ、燃料費180億円のコストカットが見込まれます。以上でプレゼンを終わります。はい、お疲れ様でした。では最初の質疑、夏の